どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、 ITA Airways がですね、2021年の11月ぐらいにですね、視聴者の方に教えていただいたんですけども、まあ、ステータスマッチがねやっておりましたということで、その時にねステータスマッチね申請された方結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、このねステータスマッチね2021年の11月に終わったんだったかな、まあ去年一回終わったんですよね。これがですねまた復活しまして、2022年の4月の15日までですね、こちらステータスマッチねやっているっていう風になりますんで、今回ですねこのステータスマッチね実際にやっていきたいなという風に思います。で、前回ですねこの申請方法自体はこちらの動画でね全部やったわけなんですけども、私自身ですね前回ね何かをミスってしまったのかステータスマッチできなかったんですよね。ですんで今回の動画ではね改めて ITA Airways のステータスマッチね実際にやっていきたいなと思います。でですね、今回この動画をね、なぜ作ったのかっていう話なんですけども、まあ延長されたっていうこともありますんでね、もう一回改めてやっておきたいなっていう部分もあるんですけども、本日海外のブロガーの記事でね、知ったんですけども、ロイヤルエアモロッコっていうね、モロッコにある航空会社があるんですよね。まあ私もほとんど知らないんですけども、まあワンワールドにね、加盟している航空会社ということで、こちらがですね、ステータスマッチをね、受け付けているんですよね。で、ロイヤルエアモロッコっていうのは、ワンワールドっていう風になりますんで、JAL とね、同じアライアンスになるわけなんですよね。ですので、このエアモロッコにね、ステータスマッチが成功すればですね、JAL のね、上級会員がね、獲得することができるっていう風になるんですよね。かなりすごいですよね。で、やはりね、かなりすごいということで、こちらね、私、今日の午前中、今日多分動画出せると思うんですけども、今日の午前中にね、これを知って、午前中からね、本当にずーっとね、何時間かかけて、これ会員登録からね、やろうとしてるんですけども、このね、ロイヤルエアモロッコ自体がですね、まあ多分ですけども、こちらね、一回会員登録を停止させてるっぽいんですよね。何回ね、この会員登録しようとしても、予期せぬエラーみたいな感じな画面になって、全部ね、ちゃんと入力してもね、会員登録すらできないんで、ステータスマッチがね、今できないんですよね。まあもしかしたらですね、今後ね、このステータスマッチね、再開するかもしれないので、再開したらですね、このロイヤルエアモロッコのステータスマッチっていうのは、私ね、このステータスマッチの画面が見れてないんで、どこの航空会社が、ちゃんとできるかね、ちゃんとは確認できてないんですけども、海外のブロガーの記事のね、話だと、ANA はね、ダメそうなんですよね。で、ITA Airways はこちらね、できるっていう、このブロガーの方の話だね。こちらの方の話では、この ITA Airways でね、成功したみたいなね、そういった話がありますので、まあ、今後ね、このロイヤルエアモロッコがですね、ちょっとしばらく私チェックしていこうかなと思ってるんですけども、もしね、ステータスマッチ再開して、会員登録できて、ステータスマッチができてですね、で、ITA Airways のステータスを持っていればですね、こちらね、ワンワールドね、サファイア取れるかもしれないっていう風になりますんで、これに備えてですね、ぜひね、ワンワールドのね、ステータス保有されてない方はですね、ITA Airways のね、ステータスマッチね、やっといていただいて、今後にね、備えていただければな、というふうに思うんですよね。ちょっとね、内容自体はですね、前回の動画とね、結構ほとんど一緒になってしまうかと思うんですけども、ITA Airways のステータスマッチね、やられてない方は、ITA Airways はですね、スカイチームね、所属しておりますので、デルタ航空とかそうですよね。はい、そちらのね、上級会員資格もらえますんで、スカイチームのね、飛行機に乗れば、ラウンジ等々もね、利用できるかなっていうふうに思いますので、ぜひね、やっといていただければなと思います。それではですね、実際にね、やっていきたいなと思うんですけども、ITA Airways の会員登録自体はですね、申し訳ないですけども、私も済んでしまっておりますんで、こちらの動画でね、会員登録はね、していただければなと思います。で、こちらで会員登録ね、終わらせていただいて、今回のね、こちらの動画ね、見ていただければな、というふうに思います。で、ちょっとね、一個言い忘れてしまったんですけども、ロイヤルエアモロッコのね、
ステータスマッチね、成功すれば JAL のね、サファイアをね、獲得することができるっていう話なんですけども、一応ね、こちらの詳細先お話ししておきたいなというふうに思いまして、こちらのね、ロイヤルエアーモロッコのステータスマッチは、2022年の5月31日までっていうふうになっておりまして、こちらね、早期終了ありっていうふうになりますんで、もしかしたらこのまま終わってしまう可能性もね、ゼロではないっていった形になります。で、有効期限がですね、2023年の3月31日までっていうふうになっておりまして、ステータスマッチの反映時間はですね、承認後最大5営業日でね、承認っていった形になります。で、このロイヤルエアーモロッコのですね、ステータスマッチ自体はですね、残念ながらね、有料っていうふうになります。で、49ユーロということで、今のね、日本円とユーロのね、レートだと、だいたい6700円から800円ぐらいがね、こちら費用としてかかるっていうふうになりますんで、ちょっとね、今回のステータスマッチね、ITA Airways の方は無料でね、ステータスマッチできるんですけども、ワンワールドにね、加盟しているロイヤルエアモロッコのね、ステータスマッチに関しては有料っていう風になりますんで、こちらね、できない可能性も十分ありますので、申し訳ないんですけどね、こちらは、自己責任でね、やっていただいて、不安があるようであればですね、ちょっとね、今回のはね、見送っていただければなと思います。それではですね、ここにね、画面出しておきますけども、こちらね、ITA Airways にログインしていただいて、マイページをね、開いていただくと、この画面になります。で、私のね、今ね、ITA Airways のね、マイページみたいなところをね、表示されていると思うんですけども、こちらのね、下の方に行っていただくと、リクエストステータスマッチっていうのがね、ありますので、こちらをね、クリックしていただきます。まあ、そうするとですね、ステータスマッチリクエストということで、こちらでね、必要事項をね、記入していきます。まあ、前回もね、こちらやったんですけども、非常にね、簡単でしたので、本当に書いてある項目をね、埋めていっていただければね、できるかななんていうふうに思うんですけども、私はね、前回これで失敗しましたので、ちょっとね、なぜかわかんないんですけども、まあ、書いてある通りにね、やっていきましょう。まずね、エアラインということで、私はね、ANA のダイヤモンドを持ってますので、ANA ですね。で、ステータスが、今回ね、ANA ダイヤモンド、プラチナ、スーパーフライヤーズありますけども、私はダイヤモンドでいきますね。こちらね、プロバイドユアパスポート、は ID ということで、こちらね、パスポートまたは身分証を提示してくださいということなんで、こちらね、パスポートの、写真の顔がついている画面ですね、こちらをね、添付していただきます。で、その次ですね、プロバイドユアロイヤリティクレシデンタルズということで、こちらね、ロイヤリティ認証情報を提供するということで、 ANA のね、ステータスカードを写メするか、まあデジタル、ANA のね、デジタルの会員の画面ありますよね。まあそこでもいいのでね、こちらをスクリーンショットしてこちらにね、入れるっていった形になります。まあパスポートということで、まあ多分ね、写真が載っているね、まあ見せない方がいいのかな。まあこれのパスポートの写真が載っている画面をね、写メすれば OK だと思います。でも前回ね、なんで見せたのか全然わかんないんですよね。はい、撮りました。じゃあこれを写真仕様にしていきます。で、あとはね、ANA のね、会員証ということで、まあ、あれでいいですかね。ANA のデジタルステータスカードね、スクリーンショットでいいと思います。私はこれでね、行きましょう。ちょっとね、前回どっちだったかもう覚えてないんですけど。では、こちらをね、スクリーンショットして、添付したいと思います。はい、ということで、必要事項ね、入力しました。で、気をつけていただきたいのは、写真ですね、5メガ以下じゃないとね、これ添付できないんで、写真撮っていただいて、こちら添付していただいた方がね、いいかなと思うんですけども、そのね、下の方にですね、実際のサイズとか、小さいサイズみたいな選べるようになってますんで、まあ、5メガ以下でね、添付すれば OK なんですけども、なんかね、最初普通に、この画面で写真撮って入れたらね、インベールドファイルだったかな、まあなんか無効なファイルみたいな感じで判定されちゃったんで、そこだけね、注意していただければなと思います。ではね、送るを押しましょう。ステータスマッチリクエストセンドということで、これでね、OK っていった形になります。ということで今回ですね、 ITA Airways がステータスマッチね、延長しているということで動画ね、撮らせていただきましたけども、ひとまずね、まだやられてない方はですね、ステータスマッチね、しといていただければなと思います。で、今後ね、ロイヤルエアモロッコのね、ステータスマッチがね、再開してくれるのことをね、祈るばかりですね。いや、これでね、サファイアが取れたらね、本当にめちゃくちゃいいですよね。ちょっとこちらもね、ちょこちょこチェックしていきたいなっていうふうに思いますので、で、そう、
今現時点でですね、ロイヤルエアモロッコの会員登録ねされている方、もしねされてたらですね、ぜひねこの概要欄にね公式サイト載せておきますので、このロイヤルエアモロッコのねステータスマッチね欲しい方はねやってみるのもいいのではないのかなと思います。ちょっとお金かかってしまいますけども、まあ6700円ぐらいでね、まあワールドのサファイアが取れるのであればかなり安いもんですよね。いやね、これちょっとね本当に参戦したいんですけども、まあまたねできるようになったらですね動画撮りたいなっていうふうに思いますので、そちらもね期待しておいていただければなと思います。ちょっとねどうなるかわかんないですけどね。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。